エキチューバー。はい、今日は梅島駅に来ました。初めて来ました。こちらも、西新井駅の隣の駅です。東武スカイツリーライン。この東武スカイツリーラインは、各駅しか止まらないかな、この梅島駅には。分かんないんですけど、ちょっと。なかなかこちらもね、のどかな駅でございます。のどかっていう表現が正しいのか分かんないけど、うまそう。どこを歩いたらいいのか全く分かんねえな。もうこの辺線路沿いは結構居酒屋が多いね。西田場、西田城っていうのかな、焼き鳥屋か。さっき西新井も結構焼き鳥屋が多かったんでね。トームストア、こんなのあんの初めて見たわ。わあ、すげえ、花の、お花の香りが、うん、いい感じ。地元ならでの、あの、お母さんとか買うような服だね。あの、お母さんとか、うちの母親とかが、あの、多分、好きそうなショップっすね。なんだこれ、サイゼリアはちょっとなんか雰囲気違うな。こちらには三井住友銀行の ATM がございます。ここも安いね、パーキング。夜間最大500円だって。さっきね、なんかね、亀田トレイン通りっていうのがあってね、亀田トレインっていうのはね、あれなんですよ、亀田光輝さん、ボクシングの亀田三兄弟が入場するときに、亀田史郎さんという亀田兄弟のお父さんですね、お父さんのこう肩に両手を乗せてね、それに続くかのように長男、次男、三男とね、こう列になってね、こう入場するときに登場するんですけど、それのことを亀田トレインっていうんですけど、それと関係あるのかなって思ったんですけど、どうなんでしょうね。こっち行ってみっか。まあ、亀田光輝さんとかもね、こっちの方なのか分かんないですけど、その葛飾区とかでボクシングしてたみたいなんで。この辺が関係してんの、この辺で練習してたか分かんないけどね。えでもね、関係あんのかな。完全住宅街だなこれ。駅前はね、結構栄えてたんですよ、さっき見たら。ちょっと戻ってみましょう。子供が転んだ、痛そう、大丈夫かな。まあよく俺も子供の頃怪我してましたからね。そう、昔ね、好きな女の子を小学校の時にとたまたま下校が一緒になってね、それでね、あの、かっこやっぱ好きな子の前だと、いいとこ見せたいじゃないですか。で、まあできないんですけど、普通じゃできないっていうか、もう川、でっかい川があるんですけど、まあ、でっかいって言っても、この、
この道路 この歩道の幅ぐらいの大きさの用水路っていうか、まあ川ですね、ちっちゃい。ここをね、飛び越えようとしたんですよ。はい。まあ、今だったらできるかもしれないですけど、小学生だとね、やっぱりね、ちょっとね、幅、結構ね、幅があるんですよね、これ。だからまあ、2メーターぐらいかぐらいの川ですよね。それをね、飛び越えようとしてね、思いっきり飛んで、着地したん、なんとかね、飛び越えたんですよ。着地した瞬間ね、足首ひねって骨折しましたね。はい。そっからね、歩けなくなりましてね、結局友達におぶって帰られてね、その好きな女の子の前ではね、超ダサい場所を、ダサいところを見せてしまったっていうね、まあ中二病な感じの、事件がありました。はい。まあ中二病っていうか、まあその時小6だから、まあ小6病、いや恥ずかしいね。こうモテない男の典型的な特徴ではね、ちょっと好きな気になる女の子の前のいいところ見せようと思って、こうカッコつけちゃって生きちゃってさ、失敗するって。まあ生きる時点でちょっとね恥ずかしいんだけど、まあそういう人間でした、僕小学校の時。いや中学校もそう、いやむしろ今もそうかもしれん。うん、っていうのは置いといて、まあそういうね、悲しい事件がありました。さあ駅前に戻ってまいりました。現在時刻は5時3分でございます。駅前には午後市があり、そしてその隣にはファミリーマート、そしてその隣には隣接するかのように魚谷がございます。いやというか隣接どころか併設しております。そしてその隣に松本清志がございます。なんだこのテンション。サボテンもあるな。そうか、東北スカイツリーラインって栗橋の方まで行くんだね。そうか、でも久喜まで行ってたもんな、さっき。餃子と担々麺、風流か。筋肉のもみほぐし専門店なんてあるんだね。良さそうだな。梅島小学校、わあ和菓子屋じゃん、超うまそう。水羊羹とどら焼きとかいろいろ売ってんな。餃子売ってる、餃子、中華系のやつか。中華系のお店がお弁当やってんだね。榎本っつったら榎本立焼きしかね、なんか思いつかないよね。それは俺だけか。
キタヤってものかな、あれはどら焼きだ。すごいね、ちゃんと公衆の喫煙所なんてあんだね。これはいい、これはいいね。まあ俺タバコ吸わないんだけどさ。公衆喫煙所はね、多く増えればね、それほどね、あれですからね、確かにポイ捨てとか少なくなりますからね。なんだこれは、風紀委員会でもやってるのかって話ですけど。しかしやべえな、日が当たると暑いな。え、これ買んなー、これ。これですよ、これ来ましたよ、亀田トレイン通り。ね、亀田トレイン通りってなってるでしょ、すげえよ。まあさあ、とりあえずそんなことは置いといて、そんなことはじゃないね、そろそろね、もう住宅街に突入しそうなんで、終わりたいと思います。このチャンネルではね、適当にくっちゃべりながら駅周辺を、散策してます。ぜひ、また見ていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。